お久しぶりでございます。ディズニーランド、ディズニーシー、ディズニーリゾート全体はお休み中ではございますが、やってまいりました舞浜。舞浜の駅を降りましたけど、全然人がやっぱり少ないです。今日もね、あの子と待ち合わせなんですよ。いましたね、あそこに可愛い子ちゃんがいました可愛い子ちゃんが駆け寄ってきました髪切ったー。バッサリ。かわいい。軽くなったね。春だね。行きましょう。行きましょう。ねえ、めっちゃ人がいない。やばいじゃん。いや、逆にさ、こんだけやってないのにこれだけの人がいることが私は不思議なんだけど、どういうことだろう。そこの中もまだエクスペアにも封鎖されてるんですけど、本当だえ、門が閉まってるんですけど、やばいですよね。言えば入れるんだ。はい、入りましょう。誰に言うの？多分あそこの警備員さんにああ、なるほどなるほど。通っていきましょう、通っていきましょう。走ってらっしゃいます。後で乗ります。アンバサダーホテルの方に。すごい。行ってきます。すごい。やばー。本当に人が。何回か来てる？いや、初めて来ました。おっと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 。初めてです。すごい。お邪魔します。はーい。わーえ、この中を通ってで行きます。はい、はい、お店は全部閉まっておりますが、そんな中でもかほさんはご機嫌でございました。かほさんコートを脱ぎ捨てニットで。伝わってくるでしょ、かほちゃんのディズニー愛が。もうね、この中に入れただけでも笑顔になっちゃうらしいです。あ、ここに映画館があるんですね。もう改めていろいろゆっくり結構本当エクスペリ広いですよね。広いね。本当だ。レッドロブスターあるじゃん。休館はとっても寂しいことなんですけれども、なかなかできないレアな体験をできたということで、ポジティブに捉えましょう。はい。何あ、やってる。10時8時。いやでも困るもんね。そりゃやっててくれてよかったわ。ちなみに帰りもこの道を抜けて通っていったんですけれども、帰りの時間、お昼過ぎ2時ぐらいかなにはすごく人が溢れていました。もちろんただ道としてね、通りを抜けていく人もいれば、この窓枠のところで写真を撮ってる人なんかもたくさんいらっしゃいました。あとね、私と同じように動画を撮影してる人もすごく多かったです。さてさてさて、そろそろ到着のご様子です。ありがとうございます。あら。目的地のチックタックダイナーはもう目の前でございます。さて今日は一体どのくらいの人が並んでいるのでしょうか。並んでる人がいる。すごいね。みく機会がなりました。よし、みきさんの手があっちにって言ってくれてるので、素晴らしい素晴らしい。自動こっちかな。どういう列これが限定のやつ。そうです、一応この期間限定のレジェンド・オブ・ミシガン、前あったショーのイメージのパンダ。すごいね、作っとる。これだ。パンはないんだね。そのお川のパンとかあります。ここにもあります。ここに並びます。ここにいっぱいパンが並ぶんですけど。並べ。並べ。可愛いね。チクタックだから時計がいっぱいなんだ。そうですね。今？巨大な奥にもありました。チクタックがね。ありがとうございます。素晴らしい。なるほど、だからだ。みんなコーンごとに並んでる。確かに。今日の並び具合は10時過ぎた時点でこんな感じです。最初入ってきた段階でみんなバラバラな感じで立っていたので、おやこれはどういうことかなと思ったんですけれども、先ほど説明の通りちょっと離れた間隔ごとに黄色いコーンが置いてあって、そこに並ぶように指示されたっていうことで、いろいろと対策を練られているんだなというふうに感じました。ちなみに奥で座っている方々が列のスタートでした。はい、かほさん、今日食べるメニューはどれですか？ずっと食べたかったビリビリミニスペシャルセット、はい、延長戦ですよね、これね。はい、私たち食べれるでしょうか？先輩で何人ぐらい食べれるのかな？そんな広くなくないですか？さっき見た感じ、そうだよね。3.0 かしこまりました。他のパンのご注文はございますか？やっと入れました。あったよー。大量生産されております。割れちゃった。あ、本当だ。これはダメだね。これだ、ドリンク。あ、そうなんです。これだ。可愛いじゃない、レモンついてるわよ。フルーツハーブティー、柚子シロップ、オレンジ。え、どんな？ハーブティー。おさす。テンションが上がっております。上がっておりますよ。テンション上がりますよね。上がりますね、これは。なんか耳のリボンが折れそうで怖い怖い。大事に大事に育てて嬉しい。同じですよ。こっちでちょっとリボン忘れた。言ってよ。苦しさがこれかなと思ったら私持ってるのに。ちょっと今日。さすがにパンク閉まってるのに耳持ってきたらあれかなと思ったけど言ってよー。足りてなかった。買いました。一個一個後で取るけど今買ったよー。そして今は店内で食べる順番待ちです。そして今はなんと見てください。11時過ぎたらこんなに並んでおります。私たちが並び出したのが11時半ですね。11ちょい過ぎぐらいに、10時20分ぐらいかに多分並びましたね。10時ぐらいに駅待ち合わせしてきたんで、そうですね。ね、20分で1時間前ぐらいからもそうだね、ジャスト1時間ぐらいで買えたね。でも店内で食べるのにはもうちょっと待ちますというわけでしばし休憩、はい、というわけで今回のディズニーリゾート Vlog はここまで。さあ私たちは一体何分待ってチックタックダイナーの中に入れるのでしょうか。それでは最後はカフォトでお別れです。またね、バイバイ。